今日は公演終わりで、配信しています。雑談もしたいんですけど、あのこの配信にはとっても意味がありまして、どうする、雑談先にやる、今先にお仕事する、ちょっととってもパヤッパヤッパヤってしてるんですけど、パヤパヤしてる、とりあえず今これここに書いてる、ちょっとローマ場やります、先に後々の方にさ、ファンの方が増えると思うので、やけど後の方がいいのかな、どっちがいいのかな、でお城燃えてるよね、もうめっちゃ燃えてた、私のお城助けて、はい、そんな後ろが燃えてるとは何ぞやって話なんですけど、あの今8期生が8周年でロードモバイル ×SKE48 8期生8周年コラボっていうのをやっているんですけど、難しいやっているんですけれども、私は今日このゲームの説明を皆様にするという任務が本日はありまして、頑張りたい気持ちではあるんですけど、なんか皆さん私のツイッター見てくれました、まあ、ツイッターにちょろちょろ出てきてるんですけど、8期生とロモバがコラボすることになって、なんかファンの方も参加型のゲームで、アミちゃん理解できた、そうなのよ、私もどうにか理解をして今ありがたいことにコラボをさせてもらってるんですけど理解はしたものの説明を今皆さんにしようと、そう、私も理解できることなんで、なんかゲーム内でポイントをみんなで8期生8人でそれぞれチームができてアミちゃんチーム、カホちゃんチーム、マリンちゃんチームみたいな8チームあって、そのみんなで戦うとかじゃなくて協力ゲームで25億ポイントだったような、そんなような、そんなようなものがあった、あったね、えめっちゃ騒がしいんだけど、ちょっと待って喋ってくるね、静まりました、静まりました、とりあえず協力でゲームの中のそのパワーを貯めなきゃいけないですよね、はい、とっても大きなパワーをみんなで貯めなきゃいけなくて、でそのパワーが貯まるにつれてその得点みたいなものがプレゼントされるんですけど、なんか広告、街中に8期生の広告が出せることになるんですよ、パワーが達成すると。でパワーがもっともっと貯まるといっぱいいろんなところで広告が出せるんですよというゲームを今8期生がコラボ中という流れになっております。皆さん分かりましたかそう、免疫栄一宮このようになっております。
私もその理解するのにとっても時間がかかったから、そのツイッターの情報だけだとみんな難しいだろうなと思って、でもう8期生8人で8チーム今あるんですけど、8チームで力を合わせてポイントを貯めるんですけど、そのチームには皆さんも参加できてギルドっていうものになるんですけど、あ、そう、旅行券もあるんですよ、メンバーにやったー。そう、チームがありまして、でチームあみちゃん勝手に命名したんですけど、チームあみちゃんのメンバーを今大募集してるという期間ですね。そうだから、ファンの皆様と、ファンの皆さんと私たちで頑張ったら、広告もすごい大都市に出せるし、私たち推しメン8期生8期ちゃんたちに旅行券もプレゼントできちゃうという、できちゃうって、なんかおこがましいんですけど、そんな感じ。参加賞みたいなのも、参加していただいたファンの方にもプレゼントがあってという感じです伝わったかなそう、いっぱいね、あの、その手元に資料をいただいて説明してるんだけど、多分みんなで旅行に行ける、嬉しい。でギルドに加入してほしいっていう、 100% 理解した、お、理解できへんみたいな、星だけどできへんかな。とりあえずロードモバイルっていうアプリでギルド、私のギルドに、私でもまあ8期生推し、他のメンバーの方だったら他のメンバーのギルドでもいいんですけど、ギルドに入っていただきたいという感じでございます。で、なんかギルドに入るのもなんか難しくて、なんかまずアプリをねダウンロードしなきゃだと思うんですけど、ゲームアプリ、それもあのメンバーの告知の SNS のリンクからじゃないとダウンロードしちゃいけないんですよ。で、これまでロードモバイルやってた人は別のアカウントを作ってまた最初から1からじゃないと参加できないですって、このイベントで。あと、そのギルドに入るには難しいなんかロードモバイルの中に世界地図みたいなのがあって、先にアミちゃんのギルド陣地みたいなのがあって、その付近にお引越しを先にしてくるんです。お引越ししてきてからギルド申請をしなきゃいけないんですって。そう、 iPhone の人はトラッキングを許可しなきゃいけないんですって。わかりました皆さんチュー熱出るね、難しいよね。そうそうそう、そう、なんか最初適当にアプリ入れたら、まあ、その適当な位置に自分の島じゃない、自分の城が立つんですけど、そこからアミちゃんの近くにお城を持ってこなきゃいけなくて、その後にギルドに申請しなきゃいけないんだって。説明できてる？できてはるだって。なんと、そう、なんかね、案内動画とかもあるんだって。多分こんな私のね、分かりづらいおしゃべりよりもね、ダントツ分かりやすい動画が多分世の中に発信されているので、そちらを見ていただきたいなっていう頑張りましょう。すごい説明できたんじゃない、私
もうできないかと思った。みんなで頑張ろうっていうやつですね。1ヶ月間ぐらい、ちょうど始まったばっかです。あ、マリンちゃんの説明聞いて理解できました。もうそうですね、ありがたい。そう、なんか同じね、まだねお話してないんですけど、同じギルドに入るとなんかグループチャットみたいなのもできるらしくて、私まだどこにグループチャットがあるのかわからなくておしゃべりできてないんですけど、けど昨日やってて思ったのは、私結構夜更かしなんですけど、夜そのロンバやってると同じギルドのメンバーにバレちゃうんですよ。あれすっごく恥ずかしいんですけど、どうしたらいいですか。なんかゲーム多分何分前に開いたとこもさ、バレちゃうよね。それとっても恥ずかしいんですけど。あ、お城レベル8までいかなくてチャットができない。あ、そういうことね。私できる、チャットもう今12ぐらいね。えちょっとそれだけが恥ずかしいけど、私のあの生活リズムが覗けるっていう点ではまあ面白いのかなっていう。で昨日もう3時ぐらいにあのなんか協力みたいなヘルプしちゃって、押しちゃって「この人起きてるな」みたいな。まあしょうがないですね。もう説明できた。人が安心。とりあえず分かんないけどダウンロードした。優しい。今日分かんないことあったらね、スタッフさん、ゲームアプリの方になんかたくさん聞いてくださいって、ファンの方も分かんない方いたらみたいな、すごい優しく聞いてくださいって言ってたから、ファンの人もなんかお問い合わせなのか、なんか分かんないこと聞くフォームが多分あると思うから、こんな感じ。あ、お問い合わせフォームあった。よかった。えんちゃん？最終ログインの時間知れるの今知った。うわ、言わなきゃよかった。言ってからバレた。こっちのログイン情報。バレた。じゃん。わ、19日当たりましたが、ゆずのペンライト振ってもいいですか。だってうわー悩ましいね。せっかくいい公演出てくれるんだもんね、ゆずがね。4本持ちってしてくれないの。こうやって4本持ちしてくれたら嬉しいですね。でもでゆずがいい公演に出るんですよ。嬉しい。聞いてないし
全然聞いてないし、言ってよ出るならね。なんか内緒にされてました。あ、サイリウム3本しかない。ゆずとさ、私黄色かぶってるからさ、赤黄色白で3本持ちしたらおはようございますって寝ぼけながら集合して、お、なんているんってことそんなことある。今日出るって知ったんで、あの、いつでも何でも聞いてって言っといたゆずに、いつでもテレビ電話してって、いつでもそのリモートレッスンするから、その次のね日の鉄なが、ね、いっぱい8機がいるんですよ。もうこんなことないってぐらい、5人ぐらいいる気がする。嬉しい。ね、こんなことある、とっても嬉しい。あ、制服の目ね、今お呼ばれしたら出たいです。そう、鉄男の翌日があのトークトークトーク詰まってる。てかもうさ、6月なんだって。みんな知ってた？6月なの。知らなかった。そんなことないと思うけどフフ6月なんだって。私誕生日、あ、すごい、なんかたい焼きのランキングが70位だって。誕生日がね、6月28日なんですけど、来ちゃう、来ちゃうよね。聞いてない、誕生日すぐとか。いて、今日ルーちゃん誕生日、会いました。ルーちゃんおめでとうも一番だったし、そうだよね、生誕 T シャツさ、みんな届き始めててさ、こう着始めてるよね、みんな嬉しい。るーちゃん0時またぎでショールームしてた、見てた私。あ、誕生日近くて嬉しい。あ、赤黄色白でレスもらえますか。けどとりあえず黄色白でお客さんを見渡してるとこはあるから、その 目線の圧を私にくれれば。けど違うペンライト振っててもすっごい見てくれてたら気づくので、こうペンライト見える感じで見ていただければ。鼻かゆ、鼻かゆ。そう、じーっと見ることが大切。違うね、色振ってる方で目合うと嬉しいんだよね。じ
じっと何回も、あ、今日何回もこの人と目合う、嬉しいってなります。ガン見してればレッスンもらえるのかどうなんでしょう。今日わかるよ、いっぱい見てくれてる人は。私が見て目合わない時もあるしね、自分のファンの方でも、うわ違うとこ見てる。いや別に、まあ、悪いことではないですよ。私だってその見に行っててこう近くに他のメンバーとか来たら、まあ、見ちゃうし。まあわかるけどちょっと寂しいよ。まあまあけど見ちゃうから、私も目の前にメンバー来たらね。難しいです、この件に関しては。いや無理じゃない、だってさ目の前だ、すごいと思うの。だ私が思いっきり目の前で踊ってるのにこうずっと推しメンのことを見てる人もまあわかるんですよ。だすごいなって。みんなはこうしっかりね見に来てくださってるから、お金払ってね、だからもう好きなとこ見ていいよって言いたいところではあります。けどダメダメ、わかんないわかんない、優しい推しでもありたいけど、見てほしい気持ちもあります。優しいだって。意外とね、あの3列目の端とかにいて正面見てると思うじゃん、こっち側の奥とか見てたりするの。隙間を練ってこう角と角でこう見てることとかで、たまにね目合うとね嬉しいんですよ。わ見てくれてるって、こんなね、3列目の端でも見てくれてるって嬉しい、ね、スナイパーみたい。あ、対角線が意外と見やすいんだ。あー近すぎるとね。逆にさ、ずっと私のこと見てくれてるのにさ全然目合わなかったって言われたら悲しい。どうしよう。お互い様だね、難しいね。目があったと思い込んでるので大丈夫です。目合ってますよ。今日もねすっごい見てるんですけど、なんか不安そうな顔してる人いた。私かなみたいな。今日気持ちもわかるんですよ、私かな、この視線は私かみたいな。わかるんですよ。だから私はその大
私かってなってる人にあなただよってしてもらえたら嬉しいじゃないですか。そうだからなるべくこう気づかせてあげようっていう努力はしてます、ね、正面ね、どうなんだろうね。いや本当は思い込んだもん勝ちだよ目当たやった目当たそんな亜美さんの次の公演はいつですか。いつですかね。今日が12、次19、次19、私開くね。え、どうしよう、間に公演あったら。来週水曜日、あ、19か、あくね、1週間以上。すいません、今週末はね、ツーショット会が幕張メッセであるから、会える方は会えますね。だから誕生日月だから、だからもうね、生誕くじとか生誕ドリンクとかも来ると思われますので、お楽しみに。楽しみにしてて、生誕くじ。連続？あ、そっか。全部当たり？当たりなはず。当たりだよ。うん。今日今回は B 賞と、記憶が。B 賞と D 賞と、その順番つけてるつもりなんですけど、 B 賞あんま見ないかも、これまで。どうしよう、私が見てないだけかも。これいいんじゃない、みんな誰もやってなかったんじゃないってのが B 賞に。可愛くなる予定ではある。 B 賞今日絶対その推しメンの、そのそれが出るってなったら欲しい。 B 賞というものになっております。そろそろ終わろうかな、11時にもなるし。 A よりも B なの？そんなことはないです、 A です。 B が A だったら A が B になっちゃうもんね。
自分の発言があんまよく分かんなかった。難しいけど本当に A から F まであるんですけど、全部素敵なもんなので全部 A 全部 A です。まあ一応、まあ、レアな感じで順番をつけさせていただいたんですけど、全部 A だよっていう。はい、ありがとうございました。ちょっと高めの位置にさ、ちょっと携帯置いちゃってさ、ありがとうございました。公演ありがとうございました。応援も、最近私は本当に1ヶ月間ぐらい踊り続けてたんですけど、リハーサルやらなやらなら日本語が喋れないやらなんやらで、はい、一旦踊り終えた気がする。私頑張ります。日本語喋れてないさっきから。ありがとうございました。もうありがとうございましたしか言えてない。もうダメだ。あ、そうで、結局この配信で私が何が言いたかったかっていうのは、ロードモバイル忘れてた、ロードモバイルを皆さん一緒にプレイしてくださいっていうことです。総括、今日の総括、私のギルドにぜひ加入して一緒にパワー、ポイントパワーを貯めましょうっていうところです。もう一個大事なことを思い出しました。あの愛のホログラムの、トーク会、握手会、ツーショット会、全完売ありがとうございます。とっても大事な話も思い出しちゃった。ありがとうございます。嬉しい嬉しい、ありがとうみんな。いや本当にあのね、あの並んでくださる列とかもすごい長かったりもして嬉しくて、ありがとうございます。あの初めましての方も毎作毎作いるし、今回初選抜っていうことでお祝いとかも来てくださったり、嬉しい、ありがとうございます。片言ありがとうございます。早く次のシングルがしたいです。私は日本の方ですよね。はい、そうです。ありがとうございます。楽しみましょう。残りの会場もね、残ってるので、ありがとうございました。配信も終わりますね。あ、ティーンズユニットもね、楽しみだね。全然寝れないだって、楽しみすぎて。寝ましょう。私も寝れない。ありがとうございました。終わります。
なかなか終わらないって言われちゃった。結構この時間がね結構長くなっちゃうんですよ私。あ、そうだそうだそうだってなっちゃうから終わります。名残しゅう…名残…日本語喋れない。名残惜しいからね。ありがとうございました。今日ダメだね。おやすみなさい。アイス食べよう帰ったら。バイバーイ。